カジノができますと、その6400台のスロットマシンが入ると、このスロットマシンを作るのはパチンコ台のメーカーですね、セガサミーとかね、こういうところめちゃめちゃ儲かりますね。それからおそらく借金付けになるので、サラ金が太い客をつかみますよね。それからその地下鉄通すことですから、ゼネコンも儲かりますね。それからテレビはですね、このカジノのコマーシャルで潤いますよね。で、警察官僚はこのカジノの業者に甘くなるわけですから、だからこれ原子力村と同じようなカジノ村ができて、それでおそらくカジノで不祥事があったとしても、みんな不幸で泣いていてもそれを報道せずに、福島事故が起きてびっくりしましたよね。東京電力はあれ14メートルの津波が来るのを知っていながら動かしてたわけですね。同じような構図がカジノ村でできて、で65年間これが続くと、反対する知事が出ても違約金取られると。だから止めるのは今ですね、原子力村の構図でテレビが報道しなかった、このカジノの問題も報道しない、だから、口コミで広げていくしかない、住民投票と、それとカジノに金を貸す銀行、三井住友、三菱 UFJ に圧力をかけていって、何としてもこの春にこのカジノを止めていきましょう。よろしくお願いします。